今日午後3時過ぎ、愛知県武豊町にある火力発電所で爆発があったと消防に通報がありました。消防によりますと、建物13階のボイラー施設が燃えているとみられ、現在消火活動が行われています。これまでのところけが人は確認されていません。発電所は東京電力と中部電力が出資する発電会社ジェラが運営しています。